広ロ寺は、京都州京区渦政にある新言集系単立の寺院。三号を八岡山と称する。八岡寺、新光寺、渦政寺などの別称があり、地名を冠して、渦政広高寺とも呼ばれる。都来人系の氏族である旗氏の氏寺であり、平安系銭と以前から存在した京都最古の寺院である。国宝の魅力菩薩藩家像を造することで知られ。 聖徳太子信仰の寺でもある。毎年10月12日に行われる牛祭りは、京都三大奇祭として知られるが、不定期開催となっている。老門北の廃寺やと、広高寺は、東栄渦正江画村で有名な渦政に所在するが、創建当初からこの地にあったものかどうかは、未称で、7世紀前半に、今の京都市北区平野神社付近に創建され、 平安戦と前後に現在地に移転したという説が有力である。創建当初は、弥勒菩薩を本尊としていたが、平安戦と前後からは、薬師如来を本尊とする寺院となり、薬師信仰とともに、聖徳太子信仰を中心とする寺院となった。現在の広高寺の本堂にあたる、上宮王院の本尊は、聖徳太子像である。上宮、聖徳法定説は、八岡寺を、 大使混流なの大事の一つとして挙げている。日本書紀等に、広高寺早々に関わる記述があり、畑川勝が混流した畑氏の氏寺であることは、確かだが、公認9年の火災で古記録を失ったこともあり、明確にされていない点も多い。畑氏は、畑から捕来した漢民族系の人々と言われ、クズの軍を本拠とし、養蚕、旗折、酒造、 地水などの技術を持った一族であった。広高寺の近くにある、木島座、天照住玉神社や、右京区梅津の梅宮大社、西京区嵐山の松尾大社も、果たし関係の神社と言われている。なお、広高寺近隣には、大酒神社があるが、神仏分離政策に伴って、広高寺境内から原社地へ先座したものである。日本書紀によれば、水古天皇11年、 聖徳太子が、私のところに尊い仏像があるが、誰か、これを拝み立て祀る者はいるかと初心に問うたところ、畑川和が、この仏像を譲り受け、八岡寺を建てたという。一方、上は五年成立の、広隆寺演技や官票を二年頃成立の、広隆寺資材交代実労区長冒頭の演技には、広隆寺は、水古天皇三十年、同年に死去した。 聖徳太子の供養のために建立されたとある。日本書記と広田家事演技とでは、創建年に関して20年近い開きがある。これについては、寺は603年に創造され、622年に至って完成したとする解釈と、603年に建てられた八岡寺と622年に建てられた別の寺院が後に合併したとする解釈とがある。 八岡寺の創建当初の所在地について、上和演技には当初、九条河原能里と後見斜里にあったものが五条荒牧里に移ったとある。確証はないが、七世紀前半の遺物を出土する京都市北区北の上白梅町の北の廃寺跡が、広高寺の旧地であり、平安京遷都と同時期に現在地の渦笠へ移転したとする説が有力である。 なお、聖徳太子伝撃には、太子の風や別宮を寺にしたとする別令を載せる。水古天皇12年、聖徳太子はある世の夢に、楓での林に囲まれた霊地を見た。そこには、大きな、桂の枯れ木があり、そこに五百の羅漢が集まって度胸していたという。太子が、旗川勝にこのことを語ったところ、川勝はその霊地は、自分の所領のクズのであるという。 川勝の案内で大使が葛野ノへ行ってみると、夢に見たような桂の枯れ木があり、そこに無数の鉢が集まって、その立てる音が大使の耳には尊い説法と聞こえた。大使はここに風屋別宮を営み、川勝に命じて一時を立てさせたという。この説話は寺内の京急院の由来と関連して取り上げられる。広高寺は公認九年の火災で全焼し、 創建当時の建物は残っていない。昭和3年に広高寺別当に就任した道場は消失した道東や仏像の復興に努め、広高寺中高の祖とされている。その後、旧安6年にも火災で全焼したが、この時は比較的短期間で復興し、永満元年に書道の落慶供養が行われている。現存する行動は、 中世以降の改造が甚だしいとはいえ、永満元年に完成した建物の後ろ身と考えられている。寺には、上岸15年成立の広高寺演技資材長と、官平2年頃の広高寺資材交代実録長が伝わり、旧世紀における広高寺の道具や仏像、土地財産等の実態を知る手がかりとなる。実録長は、 資材庁の記載事項を十数年後に点検し、移動を記したものである。資材庁は、関東の数十行が欠失しているが、実録庁の記載によって、その欠落部分を補うことができる。1995年1月17日に発生した、阪神・淡路大震災では、京都市でも、震度5の強い揺れを観測した。この震災では、兵庫県の神戸、 阪神地域や淡路島の被害が最も大きかったことで、大阪府や京都府などの他の近畿の各県はそれほど注目されなかったが、広高寺でも像が折れるなどの被害を受けた。広高寺には、宝冠弥勒、宝田武者弥勒と通称する二体の弥勒菩薩藩画像があり、共に国宝に指定されている。宝冠弥勒像は日本の古代の仏像としては他に、 例のない赤松材で、作風には、朝鮮半島の白木風が強いものである。一方の宝田草佐弥勒像は、飛鳥時代の貴重像で一般に使われる、楠の木材である。前述の通り、初期に、水古天皇11年、旗川勝が、聖徳太子から仏像を賜ったことが記されているが、初期には、巫事仏像とあるのみで、弥勒とは記されておらず、 この、御と仏像が、上記二体の弥勒菩薩像のいずれかにあたるという、確証はない。このほか、後の記録であるが、広高寺雷雪には、水古天皇24年、雑皇二尺の近藤旧世、観音像が白木からもたらされ、当時に収められたという記録がある。また、初期には、水古天皇31年、白木と美真奈の使いが来日し、将来した仏像を、 ふずの広ろ寺に安置したという記事があり、これらの仏像が上記二体の木像を弥勒菩薩半家像のいずれかに該当するとする説がある。なお、広高寺の本尊は平安戦と前後を境に弥勒菩薩から薬師如来に変わっており、縁起によれば、延暦16年、山城国男二軍から向こう寺に由来の霊元薬師仏壇像を迎えて本尊としたという。 現在、寺にある、薬師如来立像は、公認9年の火災後の最高像と推定される。通常の薬師如来像とは異なり、吉祥天の姿に表された異形像である。高道霊法殿道門を入り、参道を進むと右手に高道、左手に薬師堂などがある。参道正面には、上宮王院大使殿があり、その手前右手に、渦ず殿、の、左手には書院。 北側には、霊宝殿がある。書院の西方には、京急院本堂がある。魅力菩薩藩家像広高寺に2体ある、魅力菩薩藩家像のうち、宝巻、魅力と、通称される像で、霊宝殿の中央に安置されている。像孔は123.3センチメートル、座高は84.2センチメートル。赤松材の一木像で、右手を頬に軽く当て、 施策のポーズを示す魅力像である。像表面は現状ではほとんど素地を表すが、元来は金箔で覆われていたことが下腹部等にわずかに残る痕跡から明らかである。右手の人差し指と小指、両足先などは候補で、面部にも補修の手が入っている。制作時期は七世紀とされるが、制作地については作風等から、 朝鮮半島からのトライ像であるとする説、日本で制作されたとする説、朝鮮半島からトライした霊木を日本で彫刻したとする説があり、決着を見ていない。この像については、韓国ソウルの韓国国立中央博物館にある、近藤弥勒菩薩半跏像との様式の類似が指摘される。第二次世界大戦後まもない1948年、小原二郎は、 本蔵内部の内ぐり部分から資料を採取し、顕微鏡写真を撮影して分析した、結果、本蔵の溶剤は赤松であると結論した。日本のアスカ時代の木彫物、木学面などの木造彫刻はほとんど例外なく、日本特産のクスのキ材であるのに対し、広高地蔵は日本では他に、例のない赤松材政である点も、本蔵を、 朝鮮半島からのトライ像であるとする説の根拠となってきた。ところが、1968年に毎日新聞館の魅惑の仏像4、魅力菩薩の撮影の際、内喰りの聖タは赤松材でなく、クスぬきに似た紅葉樹が使用されていることが判明した。この聖タは候補ではなく、造造当初のものと見られる。この点に加え、 赤松が日本でも自生することから本像は日本で制作されたとする説がある。朝鮮半島からのトライブズだとする説からは、日本初期に記される、水古天皇11年、聖徳太子から譲り受けた仏像、または水古天皇31年白木から将来された仏像のどちらかがこの像に当たるのではないかと言われている。 広高寺カジ死罪交代実六長の近藤の項を見ると、安置されている仏像の中に2体の金色弥勒菩薩像があり、1体には、いわゆる大使本願五行、もう1体には、在役死仏殿のうちとの中記がある。大使本願五行の像が、宝冠弥勒であり、在役死仏殿のうちの像がもう1体の宝田武者、弥勒に当たると考えられている。篠原昌栄によれば、 ドイツの哲学者、カール・ヤスパースがこの像を、人間実存の最高の姿を表したものと、激称した。戦後間もなくの1945年11月、新百円札の衣装に採用されたが、現図の正版を始めたわずか4日後、連合国軍最高司令官総司令部から、暗い顔、我々がいつ帰国するか、目想にふけているのであろうなどのクレームが入れられ、 印刷に至らなかった。1960年8月18日、京都大学の20歳の学生が、魅力菩薩像に触れ、像の右手薬指が折れるという事件が起こった。この事件の動機についてよく言われるのが、魅力菩薩像があまりに美しかったので、つい触ってしまったというものだが、当の学生は、直後の取材に対し、実物を見たときこれが本物なのかと感じた。 期待外れだった。金箔が貼ってあると聞いていたが、貼られておらず、キメが出ており、誇りも溜まっていた。監視人がいなかったので、いたずら心で触れてしまったが、あの時の心理は、今でも説明できない旨述べている。なお、京都地方検察庁はこの学生を、文化財保護法違反の容疑で取り調べたが、基礎猶予処分としている。また、 折れた指は拾い集めた断片を繋いで復元されており、肉眼では、節損箇所を判別することは不可能である。本像について、しばしば国宝第一号として紹介されるが、本像と同じく1951年6月9日付で国宝に指定された物件は他にも多数ある。本像の国宝第一号とは、国宝指定時の指定書及び、 大腸の番号が、彫刻第一号であるということである。切手の衣装になった。木造弥勒菩薩藩家像木造副検索、観音立像木造、阿弥陀如来坐像木造十二神章立像のうち、三チラ像重要文化財の仏像のうち、国造菩薩坐像、地蔵菩薩坐像以外は、霊法殿に安置。牛祭渦政の牛祭りは、計の三大記祭の一つに、挙げられる。 明治以前は、旧暦9月12日の夜半、広高寺の境内者であった大酒神社の祭りとして、取り行われていた。明治に入りしばらく中断していたが、広高寺の祭りとして復興してからは、新暦10月12日に行われるようになった。広高寺大学園に,によれば、三条天皇の御よ、長は元年9月11日に、比叡山の絵心想図が、 生命念仏を行っていたところ、仏法の守護神である、マタラ神から、この法宴はマ瀬セまで絶やしてはならないと、夢のお告げがあり、エシンは、翌日の十二日に祭文を書き、マタラ神の祭祀を行った。その祭祀は、神主が牛に乗っているので、牛祭りと呼ばれるようになったという。祭文の遺書は、神明の遺風によって、年中の祭下を払い、天下を太平にし、君は、 長寿を得、民を安穏とするというものである、と説明される。都名書図絵によれば、毎年9月12日の夜、呂の時二牛祭りの神事があり、広高寺の僧侶5人が五尊の形を表し、異行の面をかけ、風流の冠を着し、立ちを正しき、数とは兵を掲げて、牛に乗り、4人は前後を囲み、従者は松明を振り立て、行列をなして、 本堂の傍らから後ろに巡り、西側から祖師堂の前の壇上に登り、西門を読んだという。西門の文法は古代のものできっかいであったため、耳を驚かさない人はいなかったという。夫れもれば、生を、健康の気に受け、徳を、怨妙の間に保ち、心を千にして仏に仕え、心を致して神を、高し妃、天尊地妃の礼を知り、是非特質の都がを弁振る。 これ、変異に、神明の高音なり、数によっつて、丹尾の平白を捧げて、高しみてもってまら神に捧ぐのボス、兄神の恩をこうむらざるべけにや。現によって四番大衆等、一神の根節を、中出て重傷の儀式を学び、万人の一教を、模様子をもって自ら神明の崩落に、備え、諸州の簡単をなすをもって、兄に神の老寿を知らんとなり、 しかるまにひいらぎ土頭に機関をいただき、銀平足に、旧花高をからげつけ、寒牛ににぐらを置き、痩せ馬に鈴をつけて馳せるもあり、踊るもあり、跳ねるもあり、ひとえに百鬼夜行に異ならず、にょ等の振る舞いをもって、マラガミを、掲載したてまつること、ひとえに天下安の自時安泰のためなり、よって、長く遠く筆日知りぞくべきものなり、 先は三面の僧帽の中に忍び入れて、物取る線盗び止め、切っいすワイフは、いや、不動ども、木々の成り物ならんとて、明かり正じ打ち破る。骨なき奉仕頭も危うくぞさとしゆる。とは、あだばら、とみ病、すわ吹き、長僧、そう、ヨーセフ、甲風。ここには、尻り虫傘、海傘、かさ、うかさ、あふみそ冬にむかへるダイヤかがり、波に、ひひかひ病。 花たり、怒り、真珠口ちさはり、電子病。鹿のみならず、カネルホッケ道の川ずるみ、残幻なコード、イサカヒ号の仲間口、ヒンク海の入りたけり、無能女の隣やりき、または、同等の日和ダ暗いぬくおとりことり目、成長破るおネズミ、小ネズミめ、他のうがつ、土俵、こののごときやつばらにおては、長く遠くねの国底の国まで払い知りぞくべき、ものなり。 軽白金城斎尾神。牛祭りはかつて毎年10月12日に行われていたが、現在は牛の調達が困難のため、不定期開催となっており、特に近年ではしばらく実施されておらず今後も再開の見通しも立っていない。ローモント、ランデン系福電気鉄道嵐山本線、渦正広高寺駅駅前霊放殿の配管は有料。京急院本堂は、 非公開。京都市が広高寺に隣接して建てられていた右京区役所を移転の上、留学生寮を建設するため、旧右京区役所の解体工事を2009年3月から開始した。ところが、この工事による振動で、地蔵堂と役所堂の壁などに10カ所以上に渡りひびが入るようになったとして、広高寺が京都市を相手取り、同年8月5日に、 京都関西に工事手順の改善や土地利用の具体的な条件設定などを求める調停を申し立てた。一方、京都市側も広高寺に対し工事妨害の禁止を求め、京都地裁に同年12月5日に仮処分を申し立てたが、翌2010年1月12日に取り下げ。また、広高寺側も、 同年1月に工事続行禁止を求める仮処分を京都地裁に申し立てたものの却下され大阪高裁に広告中である。こうした中、京都市は2010年2月5日から地上部分の解体工事を特別広告の結果を待たずに再開した。市側は振動を軽減する改良を行ったとしているが、広高寺川は強く反発している。 新皇寺の正確な読みは不明で、新皇寺、渦政寺とする説もある。一例として、安永九年観光の都名書図絵には、渦政広隆寺とある。また、寺の正門にあたる老門前の石柱には、渦政広隆寺とある。近藤旧姓、観音の近藤は、文字通りには、同性金メッキという意味である。広隆寺の魅力像は二体とも銅像ではなく、 木造だが、木造失敗の像を、近藤と誤認した可能性がある。また、旧姓、観音は、造用の上では、弥勒菩薩と同様の繁華像として表されることがある。本像の説明は、以下の資料による。造行は、古事巡礼京都に、記載の数字による。AB 席有事、教科書に絶対載せられない偽装。古代史高裁道、出版。 2013年。ISBN 978から43億3165万5078。週刊朝日百科日本の国宝15号、P6 から137。週刊朝日百科日本の国宝15号、P6 から155。週刊朝日百科日本の国宝15号、P6 から154。週刊朝日百科世界の美術104号。 P11 から105の解説による。この韓国国立中央博物館像は、1912年にリオ家が日本人美術賞から入手したもので、それ以前の来歴は不明である。制作地についても、白木かくだらか、その他の地域であるかはっきりしない。そもそも実は、朝鮮産かどうかも定かではない。また、同時期の朝鮮の木造物で同系のものは残っていない。 出展は、篠原昌栄、廃線の悲願にあるもの、谷川健一編、太陽1月号、平凡社、1964年、122ページ。文化財保護法に基づく国宝の最初の指定は、1951年6月9日付で行われた。この時には建造物32件、美術工芸品145件が国宝に指定されている。 週刊朝日百科日本の国宝15号、ピアニッシモ、6から139から6から141、もちくに増長店、項目店、多門隆の4体は、霊宝殿の四隅に安置されているが、多門隆像のみ別件で重要文化財に指定されている。第日本仏教全書119、渦正広隆十司祭在門、京都市の林地解体工事で、日々、 広高寺が調停申し立て、産経新聞2009年8月5日京都市が、仮処分申し立て旧京区役所解体工事で、広高寺に、産経新聞2009年12月8日旧、庁舎解体工事で、広高寺への仮処分申し立て取り下げ京都市、産経新聞2010年1月12日京都市、広高寺隣接の解体工事再開、産経新聞2010年2月5日、 ありがとうございます。